はい、今回の動画は iPhone の標準ブラウザを Safari から Google Chrome に切り替える方法をご紹介します。で、iPhone の標準のブラウザは Apple が提供している Safari というブラウザですけども、パソコンもですね Mac を使っていて Safari をメインに使っているっていう方はねそのままでもいいとは思うんですけども、ただですね、世界的なシェアで見るとやはりですね Windows パソコンで Google Chrome をメインに使っているという方がですね多いと思いますんで、そんな場合はですね iPhone の標準ブラウザーもですね Chrome の方に変更しておいた方がですね、このパソコンとの連携っていうのがしやすくなります。それでは早速その手順なんですけども、まずは設定のアプリの方を開いてもらって、画面を少し下に下がってもらうと Chrome っていうね項目がありますんで、こちらをタップします。はい、そうするとこの中にこのデフォルトのブラウザアプリということで、これがね標準の状態だとこのサファリになってますんで、このサファリというところをタップをするとお持ちの iPhone の中に入っているブラウザのアプリの一覧が出てきますんで、 Chrome にねしたい場合はこの Chrome っていうところをタップをしてチェックマークをつけてください。これでですねこういった形でデフォルトのブラウザのアプリがサファリから Chrome に切り替わりました。はい、といったことで今回の動画では iPhone の標準のブラウザをサファリから Google Chrome に切り替える方法をご紹介しましたけども、メインで使っているパソコンがですね Windows パソコンで、でブラウザの方もね Google Chrome をメインで使っているよっていう方はですね、この設定をしておいてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。